立浪監督、監督就任時に木浪のトレードを打診していた。立浪さん、木浪さん欲しかったってな。誰でもあげるからって言われても木浪くんを出さなかったの、マジでよかった。岡田さんの中野セカンドコンバートがなければ木浪トレードもなくはなかったかもね。木浪中日に入ってた世界線があったのか。もし木浪中日移籍してたら木浪とかいじられてたんだろうな。絶対立浪のおっさんには木浪渡さねえぞ、というか誰が渡すかよって思うねんけど。お白からとか関係なく木浪トレード出してたら去年の優勝と日本一なかったと思うわ。これだけは断言できる。木浪欲しい気持ちはわかる。もし立浪からのトレードを阪神が OK していたら今頃木浪は米禁止地獄、結果的に残って CSMVP に GG に B 級取るんだから人生なんてちょっとしたきっかけで良い方にも悪い方にも転がるもんなんだなって思った。笑い。木浪欲しがっててくさ。仮に木浪出してたら誰が来てたかは興味ある。木浪さえあらち計画品。タッツ就任時の木浪欲しがるってよっぽど強打評価してないってことやからな。代わりにいた山が。絶対あの組にだけは行かせてはいけない、我らの木浪。危ねえ、マジで矢野大先生のご決断で日本一が決まったと言っても過言ではないやろこれ。矢野先生と当時のフロント模様とどまったな。よく考えてももらう選手がおらん。先発中継ぎは自前で十分やし、当時やとセカンドガイアやけどおらんからな。危ねえ、木浪が米騒動に巻き込まれるとこやった。危うく木浪が潰されるとこやったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。